今日はモスバーガーの夏みを前で続きました。実際に夏みは食べたことないんですけども、まあこんなもんかということでやってみます。もし今ね、ここ5年くらい行ってないな。近くに店がないんでね。モスバーガーで美味しいのは野菜バーガーとか普通のハンバーガーでも美味しいですけどね。キャベツじゃ案外口の中に入りすぎるんだよ。だから咀嚼もしっかりしないと。そうだよ、うまいわ。どうしてもね、汁が燃えちゃう。学生時代は学校の帰りのお腹が空いているでしょ。だから、数学系のラーメンを売ったりしましたね。他に飲食店がないんで、もう数学系しか選択肢はなかったんですけどね。モスバーガーがもしある時あったら通ってでしょうね。あ、この通訳とするのは難点ですよ。そう、破けちゃってるわ。これはこれだな。さて、次は焼肉となります。焼肉バーガーは米ですけどね。今回は葉っぱで巻いてます。夏み風に。
すげえうまいな。コロナの予防接種終わりました。本当にこれで抗体自身のかなと思うんですけどね。今は三角男性やめるとかね、そういうことよく言ってますよね。この夏にビールにも合いますね、うまい。コロナって一つのウイルスじゃなくてデルタ株、インド型とかね、インド型は感染力が強いって言いますからね。この予防接種受けてもうつるのかな。ここじゃなくても、これ。な、先週の市販で言われてますけど、お酒がね、お店で飲めないですよね。定数はもう、飲むに行きたい派も、どっちも嫌でしょうね。なんでお酒飲むじゃダメなのかなって思うんですけどね。煮込み完食。うまいな。これは食べれるっていうのは本当にいいことですよね。気軽にテイクアウトもできるし、俺はねまだ若い頃だけコンビニもないしスーパーなんてそんなもん市場に閉まるでしょ。だから食べるものには非常に苦労しましたね。夜中はい、必要がないかなと思って探すんですけど、なんもないんですよ。うわ、下がすごいことなんですよ。ボトボトさ。では、3個目いきます。
て、まあ、当時はそういう状況だったんですけど、まあ、夜8時はなかったですよね。夕方、5時か6時、友達と喫茶店行くんですよ。小学校6年生の時にね。で、コーヒー頼んで、生意気にもね、その机が、インベーダーゲームの机なんですよ。この画面が。上向いて、下で操作するっていうね。あれをするために、小学校の6年生の時に喫茶店入ってるんですかね。電源が切れました。途中で電波で返します。まあ、さっきの話の続きなんですけども、小学生が喫茶店に出るしゲームをやってるっていうのもいかがなものかと。別に不良とかそんなにでもないですよね。お好み焼きに食べにトイレ行ったりとか、そういうのももう普通でしたから。今思えば、人生で一番楽しいのは、小学校6年生の時かな。運動部として学んで、教えてもらって。近々はモスバーガー行こう。あのタレがうまいんだよね。食べた。もう、うまいうまい。今日も美味しかったな。今のところ、夏バテ知らずですね。でも寒いけど、見れば。ちょっとの量でもね、食べておかないとしんどくなりますんでね。ああ、腹いっぱいになった。お腹いっぱいになるところは幸せですね。まあ、まだ。いろいろ食べていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。ごちそうさまでした。